こんばんは。2018年の11月の21日の、20時49分です。よろしくお願いします。ファコツです。どうも。いい、どうも。コーヒー飲んだよ。なんでわかったの？すごいね、絵が浮かんだんだ。こう、はい、ワード2。すごいな、ワードリスナーだな。あのね、あのアーカイブって言って、記録、 YouTube に記録がもう何千あるんだろう、2000近く動画があって、一個一個その検索をしたりとか、もうタイトルつけたりしても管理ができないのよ。で、その数字にさ、日付とかのデータを入れることも大事なんだけど、なんていうのかな、こう、まあ俺が冒頭の1分聞いたら、あ、これ何年前の動画だって分かるようにしようと思って、そうそうそう、あ、この日こういうことがあったのこの日なんだっていうのを分かるようにしようと思って、そっからね始めたんだよね。だから結構そのお約束というか、自分のためにやってるんだよね。そんな感じ。理由はご飯食べてない。今ね、ちょっと撮影の勉強させてもらうかどうか、なんて言うんだろう、ちょっと天候、今日降水確率 80% だから、室内で撮るのかとか、機材の問題でキャンセルするのかとか、そういった部分をねちょっと話し合ってるね。おはようございます。もしかしたらこの後すぐ撮影に行っちゃうかもしれないし、天候がダメだってなったらキャンセルになるっていう、そういう感じになると思う。だからまあ自宅で待機してるって感じかな、準備をして。人として尊敬？本気で言ってんの？いや、尊敬されたくないかな。なんかほら、1号さんが誰なのか分かんないし、なんか勝手に尊敬されて勝手になんか裏切られましたっていう風になっちゃったら嫌だから、なんか俺本当に誰からも尊敬されたくないかな。それよりもなんか気楽に、こいつバカだなとか、あー、いいところも悪いところもあるなって普通に見てもらいたいかもしんない、そんな感じですね。はい、ワード2。普通に、なんか別に、なんだろう、普通の人よりも劣ってる人間だと思ってるんで、僕は。真似したいところが多い？やめた方がいいよ。やめた方がいい。なんかあんまり、そうだな、なんか変に、こう、なんて言うんだろう、なんかすごいとか尊敬してるとかは嫌だな。そういうのはあんまり。和道ゼミナールはどうなったんだ？え？和道ゼミナールはどうなったんだって、あれ僕の放送の番組名なんだけど、どうなったってどういうことだろう？どうなったってなんだろう？僕の生放送の番組名だったんだけど、名前が変わったからなくしたっていうだけで、どうなったの意味が分かんないな。どういうことなんだろうね。PC はね、49万、じゃあ30、ちょっと待ってね、 PC 書いとかないと分かんないな。 PC で、いくらだっけ、399500かな、9000、9万、合ってるね、これだ、はい、
軍曹ゆるせぽね。なんかあった、和道さんってなんで和道って名前で配信しようと思ったの。響き、うん、次女さんいらっしゃい。こんばんは。こんばんは。弾丸塾の時の服装新鮮だった。似合ってた。弾丸塾の服装新鮮だった。どんな服だろう。Tシャツかな。あれ自分のTシャツオリジナルだよ。ストレス溜まりますよ。ひらひら？はいはいはい。変態なのかな？どうなんだろうね。変態って言われると嬉しいですけどね。普通って言われるより変態って言われた方が嬉しくないですか？僕は変態って呼ばれた方が嬉しいですね。 AV 見ますよ。はい、見ます見ます。なんか想像できない。すっごいすっごい見るね。すごいすごい顔で見るよ。すごい顔で見るね。うわーってよだれ垂らしながら見るね。うわーって、これがおっぱいだって毎回思うからね。あ、これがおっぱいなんだ。おっぱいってすごい。忘れてた。宝物だよってなるね。ならない、ならない。宝物見つけた感じ。いやー、無修正とかモザイクとかあんまりそういう派閥はないですね。僕はオナニスタですよ。オナニスタ。小学4年生で初めて精通をしてからですね、僕は欠かしたことがないですよ本当に。俺はね、貧乳好きですね、はい、貧乳っていうか別におっぱいはでかければいいってわけじゃなくて、なんだろう、おっぱいはフォルムだと思ってますね。はい。おっぱいはフォルム。連絡来た。ちょっと俺移動しないといけないから、このまま繋ぎながら行こうか。
た映画作ろうと頑張ってますよ。いや外だね、外。撮影の勉強をさせてもらって、映像とか映画とかに詳しい人に撮影方法とか勉強させていただきに行きますね。ちょっともう出ないとダメだね、パパッと。そう、すぐ準備しよう。場所はちょっと言えないっすね。必ずね、場所を気にする人がいるんだよね。ちょっと用意します。準備しながらパパッと行かないといけないから、タクシー乗ろう。しょうがない、家で待機しちゃってたから。勉強熱心っていうか、まあ自分がね好きでやってることなんで、別に勉強だとは思ってないですよ。いやー、だって時間間に合わない。300万かかりますね。300万かかります。なんかネット民ってダメ人間好きだよね。ダメ人間、最低300ってわけじゃないけど、300万で作ったら超低予算とかって感じじゃないかな。なんか変なのが湧いてた、ごめんね。なんか変な人がいるね。みんなごめんね。気にしないでね。よいしょ。さてさて。なんかね、人数が多いと病気の人とかもたくさんいるから、あんまり気にしないでください。
現金振り込んでいいですか？いや、ありがたいっすよ。ぜひぜひ。準備しないとな。あ、じゃあ24号さんがカメラ始めて4ヶ月目の作品見せてください。リツイートするんで逃げないでくださいね。あなたの作品、4ヶ月目の作品見せてください。どれだけ才能あるのか勉強させていただきます。振り込み、はあ、あ、まあ、あの、僕はあんまり気にしないんで、どっちでも大丈夫ですよ。こちらでも大丈夫です。急いでいかないとな。あ、口座番号はごめんなさい。ここではちょっとマナー違反なんで、あの DM から LINE で、あのお伝えします。聞いて、あの聞かせていただければ。了解です。LINE お待ちしてます。ただ、あんまりね、個人的な振り込みとかってね、トラブルの元になるんじゃないかなと思ってるんだけどね。どうなんだろう。普通で振り込みたい人っているよね、特定に。花火。ある分10発投げて OK かい？あ、ぜひお願いします。花火いただきたいっすね。おお、かっこいい。私は半分運営でも倍投げる。和道さんに受け取る分すげえかっけえ。すげえ、超すげえ。応援してるよ。ありがとう。頑張るね。ありがとうね。あれば2000円以内には収めるようには頑張ってるけどね。2000円以内に収まるように組んではいるけど、まあ2000円以下じゃん。1800円とかで劇場公開しようと思ってるけど。なんで？あ、延長します。
ああ、エナタヌ稼いでるみたいだね。俺より稼いでるんじゃないかな。すごいよね。勝ってるんじゃない？マンスリーランキングわかんないけど。僕らって誰ですか？僕、あなたのこと誰だかわかんないんで。僕らっていうのが誰だかわかんないんで。あなたは誰ですか？どなたですか？僕らって言われてもな。別に誰もバカにしてないっすよ。ことない人だからね、わかんないな。あ、でも PC1 年ぐらいかかるかなと思ってたけど、もう10万円ね、以上いただいてるからありがたいなと思ってるけど、まあ、そんなにね、結果が早く出るもんじゃないっていうのは分かってたから。年中に行ったらすごい奇跡だよね。そしたらね、4K の動画とか編集できるようになるから、いいっすね。なるほど。歩いて間に合うかな。僕は女性とお付き合いするときにお金目当てで付き合ったことはないですね。お金は結構自分で稼ぎたい派なんで。なんかあれじゃない、匿名じゃないとなんか強がれない人っているんじゃない。分離帯立ち入り禁止じゃないよ。ああ、配信者パターンかな、売名ってことは。普通に俺は売名だとは思わないけど。俺閲覧そんな多くないし、気にしなくていいよ別に。いや、全然見つかれてないよ。
むしろ俺の方が金出してると思うけど。全然のりこには金出させないようにしてるから。こんばんは。ちょっと Wi-Fi 切り替えます。どうかな、タクシー乗るか。タクシー乗るか。いや、のんちゃんから俺1円ももらってないよ。よいしょ。俺女に金出せんの嫌いだもん。おはよう。だな、間に合わねえな。わわ、動画ありがとう。頑張るね。僕はタトゥーは、音聞こえる？あれ？音聞こえる？音聞こえますか？聞こえてる？ごめんね。いや、タトゥーはね、入れたとしても僕は人に見せたくないっすね。うん。はい、若津。
寒いね、今日もね。めちゃくちゃ寒いね。アルタ前でお願いします、はい、お願いします。はい、まっすぐ行きまして、はい、新宿警察署の前を通過します。はい、お願いします。ダイガード通過します。はい、アルタ前に行きます。はい、
はい、ここでいいです。はい、お願いします。はい、あ、レシートいただいてもいいですか。ありがとうございました。はい、どうも。大丈夫です。何分？28分。間に合ったか。はい、こんばんは。多分ね、今待ち合わせしてるから待ち合わせ集合したら放送終わります。今からね、撮影を教わるんですよ。映像の撮影。撮影。だからちょっと現場入ったら、すいません、迷惑かかっちゃうんで、放送は切りますね。ジャストミート当たるね。ネットで映画めちゃめちゃすごいって有名だからね。みんなも作品見た？ジャストミート当たるが映画の才能トップでしょ、ネット民の中ではね。え、当たるの映画で泣いたってコメントあるもんね。半熟ヒーローないと思う。出回ってないと思う。あんまり開いた、切れた、最悪。時間が10時くらいまで。
うわ、火がない。最悪だ。火切らしたわ。火切らしたな。火がない。残念。あー、繁殖ヒーロー面白そうだった。面白いと思いますよ。ギャグ系ですね。ギャグ系。あ、バガーありがとうね。バガーありがとうね。はい、こんばんは。こんばんは。
あ、ね、俺の弟最近配信始めたみたいだね。聞いてるよ、噂は。配信自体見たことないけど、なんか頑張ってるみたいだね。聞こえますか？あ、訂正、あれ？またまた、聞こえますか？聞こえますか？あれ、聞こえないかな？聞こえますか？ちょっと僕今から撮影の現場入るんで、すいません、ちょっとね、現場に迷惑かけたくないんで。ちょっと今から撮影現場に向かうんで、僕は。聞こえますか？聞こえますか？ちょっと僕今から撮影現場に入るんで、ちょっとご迷惑かけたくないんで配信切らせていただきます。すいません。じゃあまたね、作品の方は公開していこうと思うので、フォローよろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。